どうも皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回はね、ちょっとジュラシックパークモッドを入れて、まあどんな生き物湧くんやろうと思ってマップを見渡してたら、なんかとんでもないやつがいまして、まああちらなんですけど、こちら JW エボルブドアンキロサルス。もうちょっとね、調べてもよくわからんかってんけど、まあアンキロサルスってついてる通り、見た目はねアンキロベースではあるんやけど、何ですかこのそそり立つようなこのトゲの長さと、そして量、もうなんか拷問器具みたいな、なんかそんなトゲの量してるけども、ということで、まあちょっと早速ね昏睡させていきたいんですけど、気性はやはりアンキロサウルスと同様温厚なのかな。横に行っても全く襲われへん。ただこのデカさでございます。むちゃくちゃでかい。いやーこれはでけえな。これがアンキロかな。ジュラシックのアンキロやな。ジュラシックのアンキロやからちょっとでかいけど、うん、それよりも二回りぐらいでかいのかな。むちゃくちゃなサイズしてるけど。ほなちょっと早速銃撃ってみましょうか、こいつに。当たった。 OK。 さあ動きはどれぐらい速いんだ。あ、動き自体はそんなに速くなさそう。周りのアンキロサウルスが襲ってくるとかあるのかな。まあこれ例えば撃つってなると、周りのアンキロサウルスは、いや特に反応はしてこんか。ってことはこいつが単体、多分スポーン的にはアンキロサウルスの周りにたまに湧くみたいな、なんかそんな感じやとは思うんやけど、ちょっとね謎多いっすね。とりあえず、うん、昏睡させること自体は、まあ、銃撃っていくこと自体は難しくなさそうではある。動きも遅いしね。ただおお、攻撃当たらんかった。ちょ、攻撃当たってみる。どれぐらいのダメージ出るんやろう。なんかむちゃくちゃ強そうやけど。うわっ、やめとこう491ダメージが一発で。サドルありの生き物に対してこのダメージ量はなかなかのものやな、これ。ちょっとやばいな。これ離れながら撃っていこうか。いやー、かなり強そうやぞ、これは。いや!やばい。2発でもうほぼ致命傷や。かなり強いぞ、こいつ。攻撃力は高えな。気絶値がどれぐらいあるかやな。ちょっとタゲ切れたので、一回確認。ちょっと待って。溜まってへんや。もしかしてこれ、めちゃくちゃ早く、切れるやつかな。ちょっと一旦クリエイティブにして、でこの状態で、あ、うん、このスイッチは溜まってんねんけど、577、あー、すぐなくなっちゃった。あー、めっちゃ速いタイプやこれ。やべ、これかなり標的やぞ。これ普通にやったらまずかなり昏睡させんの難しい相手やな。ということで、ちょっとね、成功法でやっても、あいつを落とすのはちょっと厳しいかなと思ったので、まずは、この麻酔。この麻酔はね、元のやつやねんけど、めちゃめちゃ強力で、まあ、怪獣とかテイムするときにも結構使えるぐらい、かなり強力なやつやから、これを使いつつ、まあ、さらにはこちらに金属の罠を用意したので、ここに入れてこれを撃っていこうかなと思っております。ということで、まあこれだけやればいけるとは思うねんけど、怖いのが金属の建材を破壊しないかどうか。彼が当たった。やべ、ちょっと待って、やべ、いやー、やめて、あぶねー。あ、ちょっと引っかかっちゃったけど、ただ金属の建材にはダメージ与えてなさそうやな。オッケーオッケーオッケー、それはでかい。金属の建材にダメージを与えないのであれば、かなり楽。おい、ちょっと待って。なんか、なんか引っかかった、もしかして。ちょっと、なんか、ちょっと思いがけないところに引っかかって、わっちゃ、あー、オッケーオッケー、出てきた。おい、おどこ行くんや、お前。え、もう聞いてきた?そんなことあらへんよな。え?マジでそんな強力な?結構10万ぐらいあったような気がすんねんけど、もう効いてきたのかな?あ、来た!
一瞬だけ逃げモーションになってたけどっていうやつや。いやーやばいやばい、これダメージがでかすぎる。このまっすぐで入れていく。さあどうだい。うわぁ手前で、うわマジかこいつ、こいつちょっと頭ええぞ。いたか、よっしゃー、やっといた。いやー、ようやくよ、ようやくこいつもこの罠の中に入ったということで。いやよし、ほな撃っていきましょうか。ただ攻撃の当たる場所がちょっと限られてるというめんどくささがあるから、ちょっとそれだけ気ぃつけながら、こういう頭に的確に当てていくという。体自体は、あ、ここ当たるわ。オッケー、ここは当たる。足とかは当たりそうな感じやな。オッケー、見つけた。よし、でちょっと昏睡の回復が早いから、ちょっと定期的に当てていかんとまた昏睡が切れちゃうから、そこも気ぃつけてやな。あー、やーっと出た。いやー、これ使ってもこんだけかかんねや。めちゃくちゃ時間かかったで。いやー、でもようやく寝てくれました。気絶値は114万8000か。そら時間かかるわ。すさまじい気絶値やな。一瞬ちょっと、あまりの気絶値の高さに、これ、たまにいる気絶地テイムじゃなくてっていうパターンかなと思ったけど、ちゃんと食料をインベントリーに入れてテイムって書いてるから、この方法で合ってそうやな。ああ、よかった。よっしゃ。ほんじゃちょっとこいつが起きるまで待って、で、起きてから見た目と性能の方を確かめていきましょうか。ということでね、テイムできたんすけど、ちょっとね、安全なとこに持っていこうかなと思ってたんやけど、なんかこいつ低温ポットどうやら入らんみたいでさ、ちょっとしゃーなし、ここで観察しようかな。ちょっと危険地帯ではあるけども。まずね、顔つきがね、こんな感じ。まあ、アンキロサウルスやねんけど、なんか、特筆すべきはこの鼻の先についてる二つの角みたいな。なんかこんなアンキロに生えてないもんな。そしてこの頭の上の部分のこの鎧部分がさ、めちゃめちゃアーマーっていう感じになってるよな。ほんまに鎧やな。鎧兜のような。そんなものを被っておりますが、いや、めっちゃ硬そう。ほんで、顔つきは結構ね、ちょっと優しげというか、可愛らしい印象はあるんやけども、体が全く可愛らしくございません。なんだこの激しい棘の鋭さと量と、そしてデカさ、尻尾もすごいでこれ。ほら、いかつ、モンハンのモンスターみたいな。尻尾やな。これ、切断したら剥ぎ取り結構できそうやけども。いやー。うわ、すげえ、もうなんかアンキロサウルスっていうかもう、ほぼモンスターみたいな感じやな、ここまで行くと。だって一応これ、まあ、クリスタルワイバーンで若干ちっちゃいっちゃちっちゃいけど、ワイバーンの中では。それでもこのサイズさやもんな。ほぼ変わらんもん。大きさが。アンキロサウルスでこれは、凄まじいデカさやな。さあ、ということで早速乗っていきましょうか。まあ、サドルはね、なんかどうやらアンキロサウルスの普通のサドルでいけるみたいやな。うわ!なんか、いきなりなんか乗ったらとんでもないところにサバイバー浮いてるけども。まあ、これこのまま乗ったらトゲ刺さるしな。まあ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 。ナイス判断というか。どうやって浮いてんねんって話やけど。まあちょっとね、ここは気になるところではあるんやけど、ステータス、体力が616,000、スタミナが3360、重量が1950、メレが325ということで、むちゃくちゃ強いな。マジでちょっと弱い怪獣レベルのステータスありそう。体力だけで見たらね、怪獣モッドとかにいるムートーとかとあんま変わらんぐらいやから、むちゃくちゃ強いな。そして、いやー、すごいね。すごい迫力や。
こいつアンキロサウルスやけど、あ、位が低いわけじゃないな。ベロキラプトルにも襲われへんしな。うー、さあちょっと攻撃してみるか。うわ、強え。おら、うわ、しかもなんか岩も破壊してる。おら、うーわ、強よ。めちゃくちゃ強い。1900ダメージ。そしてちゃんと意志も取っていけると。いいね。最終能力もやっぱアンキロサウルスと同様あるみたいやな。あ、でもちょっと待って、アンキロ、あ、でもそうやな、火打ち石やもんな。アンキロ属性で合ってるな。これあれ、同じボタンじゃないんやけど、モーション同じやな。ダメージ変わんのかなこれ。おーん、いやー、あー、でもちょっとだけ強い、ちょっとだけ強いかもしれへんな。まあ、あんま変わらんけど、モーションほぼ一緒。通常攻撃、あー、ベリーもちゃんと取れる。他技あるかな。あ、他ねえな。普通にアンキロサウルスベースやな、かなり。ステータスが高くて、見た目がかっこいい、あの、アンキロサウルスって感じや。いや、すげえな、迫力が。これやもん、これ。なんだ、これは。ちょっとこの見た目の派手さと、そしてまあ、最終能力、アンキロサウルス同様の最終能力、もあって、しかも戦闘力が高いということで、いやーこれは凄まじい、まさにエボルブドなアンキロサウルスやったな。ということで、今回はこちらの JW エボルブドアンキロサウルスっていうのをテイムしてみました。いやこいつね、まず見た目がまあ体格的には普通のアンキロの二回り、なんなら三回りぐらいでかいんちゃうかっていうぐらいのサイズがあって、でその分ね、あのトゲとかあの鎧がさらにね強靭さを増して、いやこれはマジでかっこいいな。でしかもね、それだけじゃなくて戦闘力も大幅に上がり、体力なんと60万という、ちょっとねボス戦に行けるかはわからんねんけど、もしボス戦に入れるのであればマジで最高戦力になるんちゃうかっていうぐらいの戦闘力があるから、いやこれはすごいな。で一応ね、アンキロサウルスということで最終能力も備わっていて、まあちょっとさすがに遠出するにはね、低音ポットにも入れられへんし、この通り動きもそんなに速いわけじゃないので、ちょっと最終特化というのはちょっと厳しいところではあるけども、まあ近場であればある程度取れるのかなっていうのもあるので、拠点の用心棒かつ鉱石近くの拠点で鉱石を取るみたいな、なんかそんな感じの用途が一番強そうかな。ちょっと正直あのテイム難易度自体はねめちゃくちゃ高いなっていう感じではあってんけど、まあそれに見合うだけの戦闘力はあると思うので、これはかなりおすすめの恐竜やな。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。またね、こんな感じでもっと生物のテイム動画とかじゃんじゃん上げていきたいなと思っているので、もしよければね、高評価、チャンネル登録などなどしていただけると大変嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。